前嘘つくなよ。抜けてんじゃねえ。ぶっちゃけ何度なりなかった。でももちろん。一個思い出したことがあって、撮影中の、裏話なんだけど、マンペブルーじゃん、でちょっとクールなキャラじゃん、お前がこう走るシーンがあるのね、なんだけどすごいなんか髪型にこだわり持ってたじゃん、そうだね、かこだわ、まあまあそうだね、ちょっとこうこういう感じだな、ここかこの道とこういう感じだったね、そういうどっちかがちょっと多めの、がやっぱちょっと動いてると垂れてくるんだよね、垂れてくるからそれを直したい、けど、こう直すわけにもいかないから、今ちょっとマスクしてるから見せれないけど、こうフッって俺やってた、こう垂れてきたらフッってやって息で髪をファッって戻すっていう絶対嘘マジ？お芝居中に？お芝居中に。嘘。ふっ。人？とか、僕らショーもやってたじゃない。やってた。ショーの時にこう、激しいアクションをしてる中で、やっぱ乱れてくるから。でもやっぱ彼の中でもお客さんの方を向いてふってやっちゃいけないっていうのがあったんでしょうね。こう、わーってこう後ろを向いた時に壁に向かってる時にふって。お前嘘つくなよで絶対嘘だよそんなやるわけないよ壁の向こう側に僕とかスタンバイでいたりするんですよ、でこの覗き穴みたいなのあるのあったあったこうちゃんと表のことを把握できるように、でそこで見てたマンペ戦っとるわと、したらマンペが敵と戦ってこっちの壁を向いた時に僕の覗き穴の目の前で嘘つくなお前もう絶対ない本当ふうは記憶ないこれはねみんな言ってたそう本当なんで俺に言わなかったの直接そうなんか言えなかったそう本当またあいつやったろわみたいなそうお芝居中もお芝居お芝居中もやってたやってたやっぱうまいもんでレンズカメラに映らない角度でふショーではお客さんに見えない壁に向かってふひどくない俳優としてあとまだあんのもう僕が実際に見たわけじゃないけど兄さんかな誰かから聞いたんだけど兄さんから、君がこう走るじゃないやっぱ、ヒーローとして、走ってく中で、この髪を気にしすぎてちょっとこっちを向いて走ってるみたいなそれは記憶があるそれはこの分け目にこう分けてたからまっすぐやると今のセンター分けみたいになっちゃうのそれがすごい嫌でこうだったからこうっカメラマンさんの方にお前首傾きすぎじゃねえってあと何があんのカメラマンさんで思い出したんだけど、僕らの担当してくださったカメラマンさん、まあお二方メインではお二方いらっしゃったんですけど一人の方が結構こう僕らに対して結構厳しく当たってくれる方で、僕とワンペイと、全員集合のシーンだったんですけど、全員立ってて立ち位置が、多分ワンペイの立ち位置がもうちょっと上下どっちかだったの、の時にカメラマンさんが「おい!うん」「万太郎!」もうちょっと右だよで万平も宗太郎も右に行くっていうお前じゃねえよどっちだよどっちですかそれは二人とも動揺するね俺すっごい覚えてる撮影中に、そのカメラマンさんにさ、抜けろって言われたの、って思うじゃん、もう分かんないわけよ抜けるの意味がだからもう出たのレンズのその画角から俺見て、抜けてんじゃねえよって言われて抜けろっていうのはあれだよね障害物とかからそれてレンズ内にちゃんとそう抜けて映れってことだよねそうそうだから要するに自分の目からちゃんとレンズが見える位置に行けば、要するに前に人がいてもずれることによってこう
映ってるっていう、うんうんうん、レンズが見えるイコールカメラからにも自分が顔が映るっていうことなんで、ね、それが抜けるっていうね、分からんよね、分からん最初すっげえ怒られて、でも似てる話であった、この次はアクション監督の方だったんだけど、うん、がこうなんか丸い、うん、こう石の台みたいなところで戦うシーンを撮りたいみたいな時に考えてたのかって、うん、あそこでこうやってみたいな、うん、の時に僕がその台の割と近くにいたのね、うん、もうすぐ出番だったから、うんうん、で「おい!」っつって「出ろ!」って言われて「うん、あ出なきゃ!」と思って、うん、あのそのシーンに出るから、うんうん、場面に出なきゃみたいな、うん、なってこの台の上にバッて出たの。うんうん、出るな！どういうこと？どういうこと？画角から出ろ。うん、待ってるのそれ？待ってない。待ってないけど絵作りをしてるから。うんうん、そこに立っててほしくないわけ、ね、うん。あ、邪魔なんだね。考えてる間立っててほしくないから出ろ。画角から出ろだったんだけど、舞台に出ろだと思ったから、バーって出て出たら、ど真ん中行ったら出るな！出るな、わけわからんくなるよな、抜けろ抜けろ抜けろ、もう映るな、もう分からんよね、やっぱ最初って緊張。でもなんかさ、ちょっとなんかこうやっぱみんなにこうやっぱもうズッキーもみなちゃんも、うん、もう最初の頃はもう自分よりも経験者の先輩だからさ、うんうんうん、やっぱ自分もなんかこうできないものを見せたくないのってあるじゃん、初めてだけど、うんうんうん、なんか初めて感出したくないみたいなのがあったの、うんうん、だからもう抜けろって言って出てってめっちゃ怒られた時めっちゃ恥ずかしかったよね何したのお前は。いや恥ずかしいよね、恥ずかしかったんだけど、俺もう一日落ち込んだもん、落ち込んだ、俺も超勉強になった、いや本当に勉強になった、勉強になった。ぶっちゃけレッドになりたかった？いやもうガンガンよガッツガツ最初でしょお前全身赤で行ったんだから俺赤めっちゃ買ってさそうで聞かれるのはね、うん、あの何最後、うん、自分がレッドだと思う、うん、ブルーだと思う人って聞かれる瞬間があるんだけど、俺真っ赤にシャツ着てブルーに手上げそうもうあのズッキーを見たら、うん、この人しかないんだよ、もう一発で分かったね、この人絶対あのレッドだ、うんうんうん、他にもやっぱりこう何十人かいるじゃん、うん、最終でも。だけどあのやっぱズッキーもあのね演じるのを見て、もう絶対このもう一発で分かったな、出てたんだね、出てるでしょそれは。オーディションで言ったらさ、僕らはあの追加戦士、うんうんうん、だからちょっと時期もずれてのオーディションだったんだけど、うん、あ兄さんと一緒？そう兄さんと一緒、一緒なんだ、もう本当に同じ、しかも同じ組、あそうなんだ、僕の隣が兄さん、そう、すごい、うん、その隣にどうこの何壁挟んで俺多分いたわ、いたんだ行ってたの、追加戦士のオーディションやってるよ今って言って、俺こうやってやってたの。俺らも多分取材か何かがあって、あのズッキーとミナちゃんと、うん、多分3人かなんか来てて、うん、そう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 、で今追加選手やってるよっていう風で、え、それ知らなかった、そう、いたいた、いたんだ、いた、怖っ、だからもう全員落ちろ追加選手いらないだからいやそんなことないっす追加オーディションの何時の何時試験の時だったか分かんないけど、一、うん、回新兵がいたのよ。そう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 、実はね。そう。やっぱ超裏話だけどね。これいいのかな。いいんじゃない。いいよね、別にオーディション受けたってだけだもん。いいと。やっぱ兄弟役だもんね。レッツとゴー。そう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 。で結構なんかそういう話もされてた。うん、でどうなんだろうねみたいな感じでもあったの。こ、うん、のプロデューサーさんから。うんうんうん、でまあ、新平当時さちょっとこう大きい舞台やってたじゃん、あのあそうだね、ミュージカルやってたし、うん、っていうところで、まあ、やっぱり厳しいじゃん、そんな、うん、やっぱ双子で出るっていうのはさ、なかなかやっぱいろいろ難しいところもあるし、ね、うんうん、でやっぱ隣で俺聞いてたよ、だからいやそれも聞いたんだ、うん、聞いてた聞いてた、もうあ来てるって思って、この中選ばれるんだみたいな、そうそう、声聞こえてきたの、結構声張るじゃない、声聞こえるんだよね、聞こえる、そう、オーディション中の声は、うんうんうん、結構さこの変身のやるじゃん、自分の思うやつをやってください、そうそうやってください、ポーズとかさ、うん、そう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 、超なんか
あのいろんなやつ見てさ、うん、自分なりにこうパッみたいなさやったでしょ。でも受かりたかったから、受かりたかった、とにかく爪痕残したいから、うん、じゃあ変身ポーズ誰かやってくださいのいいぐらいで、はいって言ってやれば、ったの、うんうん、でバババババババみたいな、うん、その時ちょっとなんて名前だったかな、うん、劇バイオレットだったかな、うんうん、なんとかなんとか劇バイオレットみたいな、うんうん、やって、うん、おで、まあ、一周取りじゃん、リキ君とかもやって、うん、で全員終わった後にもう一回はいって手挙げたの、もう一回、もう一回やらせてください、勝手に2回目、うん、勝手に2回目のはいを挙げて、うん、あじゃあみたいな感じでバーってやって、やった時に隣にいたリキ君が、うん、無理ねいい散歩無理ねいやどうだったかな、ちょっとその後覚えてない、兄さんもうそこで多分兄さん一発で決めました、意外に行ったんだ、意外に行った、すごいねやる気が、いややる気満々でしたよ、ね、そのでもなんかもうあれだってもうそうちゃんはもう、うん、ドラマも出てるし、あのもうもうお芝居したことある人っていうのを、いや言ってもそれでも聞いてた、あそうなんだ、現場では、うん、もうデビューしてすぐよ、すごいよな、お前デビューしてすぐに戦隊で撮ったんでしょ、デビュー作のエリキャンティ・サブローの撮影中にオーディションだった、金髪ひげだったから、そうだよな、金髪ひげでバッて入ってて、あオーディション中、オーディションオーディション、うん、でああいうあれでしょ、あのこれ役でって言えるでしょ、言えるんだけど入った瞬間ちょっと失笑だよね、プロデューサーさんとかも迎えて見せなかった金髪ひげずるい怒られるぞ、怒られるぞ兄さん、兄さん怒られるぞ兄さんの話あんまりするって怒られる、次回満点メントスコーラなんでやねん